東京オリンピック7日に行われたレスリング女子50キロ級で金メダルを獲得した初出場の須崎優衣選手。海外選手にはこれで70戦全勝、一度も負けていません。これほど圧倒的に勝ちを積み重ねていると当然相手に研究されます。ですが須崎選手は勝ち続けてきました。開会式旗手を務めた須崎選手は身長1メートル53センチ、同じ旗手のバスケットボール男子八村塁選手とは身長差50センチと話題にもなりましたが、堂々とした行進が印象的でした。ロンドン大会ではオリンピック3連覇の吉田沙保里さんが務めました。北京オリンピックで吉田さんが金メダルを獲得したのを見て憧れたという須崎選手。小学4年生の時の文集にその思いを書き記していました。20歳の結衣へ、10歳の私はオリンピックを目指しています。オリンピックに行けるよう願います。吉田さんと同じように旗手を務めることは想像していなかったかもしれませんが、幼い頃から一途に金メダルを取ることを見据えていました。姉の舞さんによると、須崎選手は小さな頃から強くなりたいという思いが人並み以上に強かったといいます。腕立て伏せや腹筋をコーチから10回するように言われたら須崎選手は必ずプラス1回、11回やっていたそうです。周りの人と同じ練習をこなしているだけなら同じ強さにしかなれないと言ってました。当時から自分の目標に向かっていく向上心を持っていました。中学2年生から高校生までは JOC エリートアカデミーに入って厳しい練習に取り組みました。非常に礼儀正しく元気に声を出して力いっぱい練習に取り組んでいました。コーチから何か指導されるとそれをホワイトボードに書き留め、携帯電話で写真に撮って保存していました。せっかくのアドバイスを忘れたくないからと一途な向上心に驚かされました。中学から指導する日本代表の吉村祥子コーチもその気持ちの強さが最大の長所だと指摘しています。オリンピックに行きたいという強い気持ちがあって、そのために何をすべきか考え、あらゆる努力ができるのが最大の強みだと思う。選手としての最大の強みはスピードです。吉田沙保里さんを思わせる高速タックルです。中学高校の頃から際立っていて、2017年には伊調馨さん以来となる高校生としての世界選手権優勝、2018年には連覇を果たしました。当然世界はこの高速タックルを最大限に警戒しますが、須崎選手の向上心はそれを上回ろうと進化を続けました。組手で崩す技術や寝技、投げ技など様々な攻撃の形を練習しました。大学に入ってからは力が強い男子とのスパーリングも行うようになり、スピードだけでなくパワーや細かい技術が洗練されていきました。海外の男子の試合の動画を見るのも好きで、女子ではあまり使わない大技も面白いとすぐに試すと言います。スポーツクライミングをして指の力を鍛えたり、低く構えるためにスピードスケートの姿勢を維持する練習を取り入れたりと、他のスポーツからも貪欲に吸収しました。勝ち続けたいなら強くなり続けないといけないという思いは須崎選手もコーチも一致していました。勝利への思いが強い須崎選手だけに、負けた経験も成長につながってきました。最も大きかったのは一昨年7月、東京オリンピックの代表選考につながる世界選手権の代表決定戦で入江ゆき選手に敗れたことでした。もうオリンピックに行ける可能性は 0.1% もないかもしれないと感じていたという須崎選手は、試合後涙が止まりませんでした。それでも姉の舞さんや吉村コーチなど多くの人たちの支えの中で、須崎選手はすぐに前を向きました。少ない可能性の中、チャンスが巡ってきた時に最善の準備ができていなかったら必ず後悔することになる。試合のわずか2日後には練習を再開し、可能性を信じ続けた須崎選手。するとその思いが通じたのか、ライバルだった入江選手が代表内定を逃し、代表選考は振り出しに戻りました。今度は代表争いを勝ち抜いて夢の舞台への出場を決めたのです。あの負けがあって苦しさを乗り越えてきたからこそ、さらなる成長をつかむことができたといえます。オリンピックでの須崎選手の強さは驚異的でした。4試合すべてでテクニカルフォール勝ち、相手にはただの1ポイントも許さないという圧倒的な試合運びでした。驚かされたのは得意のタックルをほとんど出さなかったことです。
相手が警戒していたこともあり、組手争いのパワーで圧倒し、洗練された寝技で丁寧に仕留めていきました。男子選手のような大きな投げ技も何度か見せました。初めて世界チャンピオンになった4年前と比べても別人のような強さでした。東京オリンピックで金メダルを取るために照準を合わせて人生をかけてやってきた。夢のようですねと笑顔がはじけた須崎選手。レスリングが好きだからこそ、苦しい練習にも耐え、飽くなき向上心を持ち続けられるのです。そのシンプルな思いが挫折を乗り越え、常に上を目指し続ける原動力だったのです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。